2013年の花巻東卒業生の平均年収約1名のせいで4000万円を超える。奇跡の世代やね。校長定期、平均ってクソだわ。外れ値は余計、平均値の限界、岩手県の GDP も3倍ぐらいになってそう。日本人全体の平均年収も200円ほど上がった。昇平すごすぎる。そう考えるとやばいな。大学ごとの平均年収ランキングも見て思ったけど、こういう外れ値いるから参考にならんよな。平均で Y の40倍とかやばいな。年収1億でも1000年かかるって頭おかしなるで、あるかな。って思った言葉が2つ目にあってダメだった。花巻東でよかったな、自称進学校とかだったらこのデータ悪用しそう。それでも大阪桐蔭の方が平均高そう。大阪桐蔭は普通科も総計とか医学部とか輩出するからな。年収500万のそこら辺のリーマンが大谷と同じだけ稼ごうとすると2万年かかる。岸田日本人の年収が上がった？よっしゃ増税や。登録お願いします。